い、こんにちは、ひろちゃんです。今日は大人の100均活用術ということで、先日私が日本に一時帰国した際にダイソーさんによって美容グッズをいろいろ見てきたので、これは使えると思ったものを今日はご紹介していきたいなと思います。よかったら最後までぜひご覧ください。私は普段ニュージーランドに住んでるんですけれども、ここは結構クオリティが低くて値段が高いっていうものが結構多いんですね。日本のダイソーさんはじめ他の100円ショップってすごくクオリティが高くておしゃれだと思うんですね。で、どうして100円で化粧品が作れるんだろうとかって思ったことないですか？もともと90年代の100円ショップでは量販店の在庫、量販店で売れ残ったものっていうのを買い取って100円で販売していたというふうに聞いています。だけれども100円ショップが日本全国にバーって広がって、でそのうちその供給が追いつかなくなったので100円の化粧品を作り始めたということを聞いています。化粧品に関しては私はもともと薬機法の専門家であるっていうことから、どうしても成分に目がいってしまいます。100円のコスメって今台湾とか中国で大量に作って原価を抑えていると聞いています。でもこれって成分とかどうなのとか品質とか大丈夫なのっていうのをよく質問されることが多いんですけれども、日本の場合は薬機法に基づいて品質管理とか安全確保っていうのをしなければならないので、そういった心配はありません。むしろ品質や安全面では手作り化粧品とかそっちの方が不安な面があるんじゃないかなと思います。でダイソーさんに行っていろいろ買ったんですね。でパウダーのアイシャドウを買ったんですけども、蓋がすごい硬くって開けようと思ったらバーンって床に落としちゃって、もうそれでさようならっていう感じになってしまった、ちょっと残念な結果になってしまったんですけども、あとその他にはこれですね、アイシャドウ、リキッドアイシャドウですね。でこれはね結構ベースに使えるかなと思ってちょっと買ってみました。まあまあ良かったです。で一番気に入ったのがこのシェーディングなんですけども、シェーディングってねこうやってちょっと黒い感じのものなんですけどね、影をつけるものです。で成分私は必ずこういうパッケージを最後まで取っておいて、どんな成分が入ってるのかっていうのを常に確認するために、外箱に書かれているこういうパッケージっていうのは全て取ってあります。で見てみると、まずねパラベンフリーであるっていうことと、ベースがスクワランでできている、それから蜜蝋なんかも使われていて、結構成分的に私の好みのものだったので買ってみました。はい、ですこのシェーディングなんですけども、どうやって使うかっていうと、私はこの筆にこのシェーディングをちょっとで通って、こういうちょっとね影をつけたいところに低い鼻が高く見えるかなと思って、こういうところに入れたりしています。あとは、こういうブラシを使ってくるくるって取って、でこういうところ影をつけたいところにこのシェーディングを入れて小顔効果が出ますようにっていう感じで使ったりしています。まあ匂いもなくてですね、私強い香りのものがすごい苦手なので、匂いもなくて結構気に入って使っています。これが化粧品の中では、一番良かったかなと思います。で100円ショップでおすすめなのは実はパフとかスポンジの美容グッズです。でこれね使ってるうちにすごく不潔になりやすくって、毎回洗ったりとか毎回新しいものが使えたらそれはすごく理想的なんですけども、やっぱりそれってなかなか難しいと思うんですね。パフとかスポンジってすごく不潔になりやすいので、衛生的にも安いものをたくさん買って洗いながら使うとエコだしいいかなと思います。パフが汚いとニキビや吹き出物など肌トラブルになりやすいので、絶対綺麗なものを使ってください。あと100円ショップで購入したのがこの、メイクブラシです。これ100円ってすごくないですか？
なんかあるもうこれしかなかったので、他にもあったんですけど、もう在庫がなかったので、とりあえずこの3つ買ったんですね。で、私結構高いものから安いものまで筆はたくさん持ってるんですけど、これ別に高い筆は必要ないんじゃないかなと思っていて、なぜなら、もちろん毛がね、毛質がどうのこうのっていうのはあると思うんですけれども、別に高いものを買わないで安いものだったら筆をジャブジャブ洗えるし、清潔に使えるっていうことの方がすごく大事かなと思います。汚い筆でメイクをするとやっぱり肌荒れの原因になったり、吹き出物が出たり肌トラブルの原因になったりするので、やっぱり清潔に筆が使えるっていうことの方が大事かなと思います。最後にご紹介したいのがこちらの、これ 3D マスクなんですけれども、シリコンでできているものになります。で、これはですね、何が便利かっていうと、私よくコットンパックをおすすめしているんですけども、コットンパックをやるときにコットンだけ顔に貼り付けるとどうしても落ちてきてしまって剥がれてしまうので、コットンパックをした後にこの 3D マスクをつけることによってコットンが落ちてこないで、かつラップ効果もあると思うので、めちゃめちゃおすすめです。私もこれ何回かリピートしていてよく使っています。中身がどうなっているかっていうと、こういう感じですね。これ半顔ですけど、こういう風になっていて、でちゃんとね、立体的になっているので顔にフィットしやすい、本当にこういう感じで使えるので、コットンパックをしたらその上にこれを使っています。すごく便利です。今回は大人の100均活用術ということでご紹介させていただきましたが、いかがだったでしょうか。いろいろ100均結構便利なものがあるので、ぜひご自身で好きなものを見つけて取り入れてみてください。また次の動画を楽しみにしていてください。今日の内容が良かったよっていう人はぜひいいねをよろしくお願いします。チャンネル登録がまだの人はぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それではね、またねー。